ジャンガリアンハムスターは、ヒメキヌゲネズミ族に属する、ネズミの一種である。和名はヒメキヌゲネズミ。日本では、愛らしくなれやすいことと飼育スペースが小さく済む、ことから人気が高く、ドワーフハムスターの中で最も多く、ペットとして飼育されている。冬になると体毛が白く変化する個体があることから、欧米ではウィンターホワイトドワーフハムスター、または、 ウィンターホワイトロシアンドワーフハムスターと呼ばれる。原産地はカザフスタン共和国からシベリア、中国北部、中国のジュンガル盆地に生息することが名前の由来だが実際はシベリアに多く分布している。そのため海外ではシベリアンハムスターと呼ぶのが妥当であるとする学者もいる。ジュングリアンハムスター等と表記される場合もある。体調は 約7センチメートルから13センチメートル。体重は約30から40グラム。1回の出産で3から10匹の子を産む。メスよりオスの方が若干大きい。終戦が腹にある。雑食性で植物、動物、昆虫などを捕食する。夜行性である。寿命は2年ほど。足の裏にも毛が生えており、砂地や雪の上も歩きやすく。 地面から体温を奪われないようになっている。毛から露出している手、美、耳などは淡いピンク色の肌である。野生種の毛色は茶褐色だが、飼育種には多くのカラーバリエーションがある。毛色に関わらず、冬になると体毛が白く変化する個体がある。野生のハムスターは、地中に複雑なトンネルを掘って、巣穴にしている。トンネルにはメインになる巣の他に、 トイレや食料貯蔵庫などのいくつかの部屋がある。深さ1メートルに達する巣穴を掘る。危険を感じるとすぐにトンネルに逃げ込む。また、出入り口を数箇所作り、敵が侵入した時には場合に応じて逃げ出す。敵に見つかりにくい夕方暗くなってから夜にかけて活動する夜行性である。暗いところを好む。大きく真っ黒な目は暗いところでもよく見える。 逆に明るいところは苦手で、昼間は巣穴で休む。活動時間は、主に餌を探して歩き回っているが、その移動距離が 5km 以上にもなると言われている。暗い中で餌を探すのは、匂いを頼りにしている。暗い中でも目は見えているが、視力は良くない。そのため、餌や敵、仲間の存在の確認は匂いに頼っている。他のハムスターに出会った時に、 匂いを嗅ぎ合う。花をひくつかせているときは、周囲の匂いを嗅いでいる。一点を集中して見ているときは対象を見ているのでは、なく、耳で周囲の状況を探っている。基本的に環境を花と耳で認識する。腹にある終戦の匂いを周りに散布することで、縄張りを主張するとされており、特に自身の匂いに非常に敏感である。毛づくろいとともに、 唾液の匂いを体につけることで安心するため、安堵している時や逆に恐怖を感じた時など、頻繁に毛づくろいを行う。あまり群では生活をしない。特にオスは縄張り意識が強い。草や葉、種子などのほか、昆虫なども食べる雑食性の動物。野生ではかなり粗食で、植物の根なども食べる。葉は一生伸び続ける。葉の裏側が削れやすくなっていて、 硬いものをかじることで、葉の長さを調整する。頬袋に食物を貯める習性を持つが、飼育下では特に餌を争う相手がいない場合、頬袋を全く使わない個体もある。性格はおとなしく、人間にも慣れやすいものが多いため、ペットとして適している。ゴールデンハムスターとは異なり、相性が良ければ複数害も可能だが単独飼育の方が好ましい。性格が合わない。 個体同士では頻繁な喧嘩が起こり、時には相手を殺傷、捕食してしまうこともある。メスよりもオスの方が温厚であることが多い。他のハムスターに比べて、性格の個体差、個性の差が顕著である。噛み癖は比較的多い。噛む理由としては、ストレス、食べられるか確かめているなどが挙げられる。小さい頃は噛まなかったのに大きくなると噛むようになったという場合は大抵。 環境、餌、飼育方法が原因であることが多い。これらが原因の噛み癖は解消できるケースが多い。具体的には、環境改善は、ケージを広く、清潔に、遊具の設置、餌の改善としては、カルシウムの摂取。飼育方法としては、昼間寝ている時間に掃除をしたり、抱いたりすることを避ける、日頃から手の上で餌を与えるなど、触れ合いを欠かさないことも重要。 また、餌を触った指でハムスターを抱こうとすると、餌と勘違いして不意に噛みついてくることがある。これは噛み癖とは違う原因であるが、餌を触った後は手を洗うか、触っていない手でハムスターを抱くように気をつける。ハムスター用の飼育道具は一般に販売されている。ジャンガリアンハムスターに対しては、ドワーフハムスター用、ジャンガリアンハムスター用としている品物が適切である。 ゴールデンハムスター用となっているものは大きすぎる場合がある。個体によってはトイレを覚える。丸に1歳前後のメスは巣箱近く巣箱入り口付近に排尿することもある。これは一時的な行動なのでトイレを置いて誘導する必要がある。近くに砂浴び場がない場合も同様の行動を起こす場合もある。気温は18度から26度程度。 湿度は40%から60%程度が適温。夏の暑い時期には飼育環境がジメジメして不衛生にならないように風通しのいい場所に置くと良い。ただし直射日光が当たるような窓辺は避ける。クーラーの当てすぎも良くない。冬の寒い時期には暖かい部屋にケージを移動したり布や段ボールで囲って保温する。ハムスター用のヒーターを利用するのも良い。 ケージの温度が下がりすぎると疑似冬眠状態となり、ハムスターが死んでしまうこともある。主食は他のペットのハムスターと変わらず、飼育用ペレット、または実験動物ペレットである。ひまわりの種やキャベツ、レタスなどは脂質や水分が多いため、主食としては適しておらず、副食として少量を与える方がいい。飼育として新鮮な水を与えることも大切。 夏場は腐りやすいので、1日2回取り替えるといい。ミネラルウォーターを与えると、膀胱血石の原因になるので避ける。多産である程度の環境適応力があるので繁殖が容易である。繁殖をする際の死由の毛色の組み合わせによっては、死産や流産この先天的な病気や不妊が発生するので、繁殖の前に入念な調査をすることが好ましい。 授乳の様子シェイク用のジャンガリアンハムスターの毛色は豊富で、毛色によって様々な名前が付けられペットショップで販売されている。夕食のものは背面の正中線上に一本の黒いストライプがあり、頭上で菱形状になっていることが多い。冬になると毛色が白に変化する場合がある。目の色は黒。体格がよく似ているキャンベルハムスターを珍しい毛色の ジャンガリアンハムスターとして販売していることもある。特にブラックやパイド、毛色に関わらず赤目のものはキャンベルハムスターか、その根欠の可能性がある。これらは基本的にペット業界での通称であり、多くは学術的には認められたものではない野生の状態に最も近い毛色である。背中側は濃い茶褐色をしており、背面の一本の黒いストライプがあり、色が濃く。 はっきりとしている。服足は、毛色は白で、毛先が黒い。目は黒色。毛の先と根元の色が異なり、アグウチとも呼ばれる。ノーマルに比べて、背中のストライプも含めて、全体的に淡い毛色である。青みがかった灰色なのでブルーサファイアとも呼ばれている。サファイアよりもさらに色が薄く、クリーム色を混ぜたような毛色は、クリームサファイアと呼ばれる。 体毛が全体的にプリンのような明るい薄茶色である。背中のストライプもノーマルに比べると薄い色となる。イエローとも呼ばれる。プディングの色を発生する遺伝子は肥満遺伝子としても知られており、肥満になりやすいと言われている。優勢の突然変異遺伝子により体毛が根元より白く変化する毛柄である。ノーマルのものは毛先が黒く、 背中のストライプの黒もはっきりと見受けられる。パールとも呼ばれる。サファイアの遺伝子を持っている場合は、ノーマルのものに比べて毛先の色が薄くなり、全体的に白い個体となる。スノーホワイトとも呼ばれる。プディングの遺伝子を持っている場合は、毛先が明るい薄茶色になり、ホワイトプディングとも呼ばれる。腹の白色の部分が根元から毛先まで純白で、ノーマルに比べて広い。 背中のストライプがない過酷薄く、背中の毛色も全体的にノーマルに比べて薄い色になることが多い。毛色が濃い場合、ノーマルやサファイアとの見分けが難しくなる。色素がないため全身の毛色が純白で目が赤い。小動物の飼い方図鑑日頭書院本社。2011年4月15日。i s b n 十五億千八百一万百三十四 小学生でも安心。初めてのハムスター正しい飼い方。育て方メイツ出版。2017年6月25日。育児に奔走。ジャンガリアンハムスターな所持を YouTube チャンネル。ありがとうございます。